私の方がいけるんじゃないかなと思って、見てる人には分かんないと思うんですけど、ギリ3桁いくかなぐらいの人数は今いるんですよ。本当に申し訳ないんですけど、渋沢いつもそんだけ呼べてんのかなと思いましてと思ったら、私はやっぱりここでやるべきなんじゃないかなと。番組をねやっぱり持った方がいいんじゃないかと。もし私がやったとして、もう皆さん来てくれますでしょ。ほらすごい、みんなには聞こえないかもしれないんですけど、今音声たまたま切ってたんですけど、でもすごいね、100いくかなぐらいの人がすごいわーって言ってて、いや本当にね、私はここで始めたいなと、ここでいっぱい見てもらいたいなと思います。まあしょうがないんでね、こんなこと言ってもしょうがないんで、かわいそうだからちょっとアシスタントをね、ちょっと私呼びまして、その血もギャラちょっと払ってやってもらってるんですけど、アシスタント呼びたいと思います。こちらでーす。あれ、アシスタント？アシスタントくれ。何よアシスタント。いやね、やっぱり、はい、私の方がいいってみんな言ってた。なんでよちょっと、なんだかんだ。いやでもおめでとうございます、本当に。おめでとう。私6月6日で23に、ついに。あ、23ですか。そう、いくつだっけ。私4ですね。1個上か。1個上ですね。そう、23になりましてですね。これ必須高いっていうのは何かなあの、それ巨人みたいに映るんでアシスタントかしょうがない。あ、アシスタント巨人に映っちゃダメでしょ。立てなきゃいけないからさあ、ちょっとそうね、しかも椅子が下がんないですねもうやめて。もね、誕生日何してた？誕生日ですね、あの3月10日なんですけれども、ちょっと前か。あの、私なんてもう2回も誕生会やりましたからね。2回。今年？そう、あの3月3日かな、3月3日に違う、うん、あの中野 の、 あのライブハウスで、ほうほう、あの生、そうライブで生中継で2時間特番組んでライブ、ライブやった。ライブしましたよ。何するのライブって？あの生バンドでね、え、歌った恥ずかしい。あいやいや、だってこの番組の前にさ、なんか流れてるやん、曲が流れてる。あれすごい恥ずかしくて、え、何あのなんか張り切った歌い方の、すごい恥ずかしいと。あれもうね、あの皆さんご存知、あのディーンさんに作っていただいてね、もう本当に、ね、謝った方がいいよやめな、本当にバカにしてるよ。してないですね、いい歌で本当にね、リーさん本当にでも CD もらって。あ、いいじゃないですか。え、ずっともう何にも何もせず置いてあるけど封を開けてない。弾きなさいって、はもう弾いてくださいよね。また田中まりあちゃんも歌をやるんですか。やんないよ。私なんかじゃやるフェアバンドやりますいるわもうそれでも本当にもうね、おめでとうということで。そう、あのこの前だから、その、あ、そう、私の時はその誕生日や、はいはい、イベントやって1週間前にやって、うん、で当日ね、3月3日リアル誕生日があったんですよ。3日10日10日に、うん、だからその1週間後に、はいはいはい、リアル誕生日はここで放送前にーノープランパーティーを、ね、おー一緒ね。そうなんってことは今日やってもらいまして、やりましたよ、ね、いや本当嬉しかった。びっくりした。この人ね、泣いてんですよ。恥ずかしいいや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 、恥ずかしい。泣いたでしょ。私はそんなもう綺麗に、あのなんかね、感動的な涙じゃなくて一緒やん。いやでもね、タイムラカなんてひどいよ。こう角っこにね、角っこにねあの角、壁の塀にこうくっつく。いや本当私売れないんですけど前にそんな風に見えてた。売れないんですけど、前にやんでるな、してくださいみたいな。なんで上からね、腕組んで、いや売れないんですよ。いや売れねえよそりゃって。いや本当に
何言っていいか分かんなくて、なんでこんなになっちゃったの、ちっちゃくなっちゃった緊張で、ね、嬉しいのと緊張で、テロップが、あ、何これマジですか、北参道からの誕生日プレゼントがありますので、もう一度タイナカマリアのノープランというふうに皆さんでお願いしますというカンペですよ。何、北参道から誕生日プレゼントがあるんですか。じゃあタイナカちゃん、田村ちゃん行きましょうか。はい、じゃあ皆さんもね、ノープランって大きい声でお願いしますね。おう、はい、タイナカマリアのノープラン。かわいい。違うでしょ、知らない人が。いやでもね、でもね、そう、これだけ言いたい、今日そのトークイベントの時に、はいはい、何人か初めましての方が来てくれたんですけど、ね、一人すごい若い男の子がいて、ねね、で、ね、20歳ぐらいの子なんですけど、いやいやいや、ブログを見て聞きましたって言われて、その瞬間に、あ、終わったと。いや渋沢は分かると思うけど、そうなんですよ、シャベが別人。ね、そうなんですよね。だから前もね、このやりましょう、やったけど、あの詐欺社名グランプリっていうコーナーやりまして、ね、お互いね、このすごい社名で漏れてる写真を一緒にこう対決する、まあ可愛い方の写真です、ね、まあ可愛い写真は、まあ可愛い、だってブログでね、来てもらえるっていうのは、いや本当ね、一番私たちにとってプレッシャーですから。そう、プレッシャーもうたまにさ、なんかブログと違うよねって言ってくる人とかいるしさ、いるし、私なんだろう、名刺のね、あの、うん、マネージャーの名刺の裏に、うん、まあ、タレントの写真とかって書いてあって、はいはいはい、私が載ってるんですけども、どうもお願いしますって言って、横でじゃあ渋沢ですって言ったらさ、うん、名刺見てさ、ほいや、それすごいあれ、すごいあれ下りがあって、ゆき、この間もオーディションでさ、はいはい、オーディションで資料をさ、ね、先に送ってもらってて、それで行くの、はいはいはい、で5人ぐらいであのオーディションやったから5人でバーって行ったら、集団面接、タイナカさんいますかはいはいはい、私ですありますよ、あります。いや怖いわと思って、写真変えた方がいいかなと思って、ほんとね、もうプロフィールとかも書類だけだといいんだけど、ね、そうだ、書類だけだといいんだよ、二次審査勘弁してほしい、ね、そう、ほんとマジか、ほんと5人とかだと余計勘弁してほしい、やばいね、あのまずあのアイドルの方とあの集団面接でね、5人とか並びたくないんですよ、並びたくないね、こう1人だけでかいって言うそれは知らんわ、ちょっと探ろうから3歩ぐらいと思うこんなだけでもすごいもんね、みんな、ね、あ、ほら、皆さん、ユーストの方でですね、コメントでもあのタイナカ、かわいいよ、おめでとうとか、ありがとう、かっこ笑いっていうの気になるけど、ありがとうありがとうございます、かっこ笑いですよ、今日はね、今日ね、今日はあのタイナカマリアのノープランということで、ね、好き勝手にやってもらおうかなと思、うん、好き勝手ばっかりですよ、私今日、今日もでもね、ノープランパーティー、この前回や、うん、ね、この1時間前にやったんですけど、はい、本当にあのノープランパーティーなんですよ、本当の意味で、うん、ね、何も考えてないし、決めるでしょ普通ほら、事務所のスタッフがさ、うん、じゃあここでじゃあなんか一言言 う、ね、ここでチェキタイム、握手会、うん、プレゼント渡し会やりのみたいな、そういうちょっと段取り的なのがね、うん、ちょっと嫌だなと思いまして、うん、でもみんなで何やるかとか、うん、何飲むかとか、うん、決め、ね、飲むか、何やるとか決めたいなと思って、はい、みんなで決めたいなと思って、ね、イベントの内容もね、なんで本当にノープランで何やるのかなと思ったら、イストリゲームをねいや超笑った、いや、イストリゲーム、いや、ほんとにね、おじさんがイストリゲームだよ、おじさんもある、おじさん言わないで、おじさん言わないで、おじさん全力で頑張ってたよ言ってんの、いや、ほんとに可愛いと思う、ほんと可愛い、可愛いよ、なんかね、しかもね、面白いのがやっぱりこうね、こうダダダダダダダンってその時みんななんか、俺やんねん、別にやんねん、ズバーンあ、やる気あったみたいなそういうとこがもうキュンキュンして、本当に好きだよ、すごい可愛かった、可愛いよね、もうね、なんかもうしかも
やっぱりね、あのマリアちゃんがやりたいということでやるというね、みんなほら本当に一番ありがたいと思って、うん、普通こんなイベントないと思いますよ、うん、今日さ、うん、ずっとマリアちゃんって言ってるけどすごい違和感があって、ね、すごい嫌。そうですか、すごい嫌。なんで平中ちゃん何いつもなん平中って呼んでない、平中氏とかね、うん、呼んでますけど、平中選手とかね選手ね、よそよそ、平中選手、そう、平中選手、今日マリアちゃんですよ今日だけマリア主役ですからね、今日はね。いやいや、ありがたいな。マリアちゃん、誕生日おめでとう。ありがとう、何回もありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これをね、今日はあの5分に1回ちょっと入れてこうかなと思います。困ったらマリアちゃんおめでとうっていうふうに。いや、でも今年は本当に誕生日イベントするつもりなくて。ねえ、なんでよ。いや、人減ってくの見んねえじゃない。そんなことないよ、私1年に1人増えてってます。嘘っす、1人1人1年に1人。それも変な感じだけど。でもえ、減ってったって何。え、なんか20歳の時から初めて、多分誕生日イベント。あ、はいはいはい。20歳ってやっぱすごい、まあね、大人に成人でね、そうそう、はいはい、すごい感じやん、はいはい、だからすごいいっぱい来てくれて、予想以上に。どれぐらい。60、70ぐらい来てくれて、すごいね、なんかすごいいっぱい、なんか豪華な感じでして、はい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 、初めてのお酒やみたいな、はいね、っていうくだりとかがあって、すごく良かった、はいはい、その次21位になったらさ、うん、ファン、明らかにファンが減ってるわけやもうなんていうの、今まで知ってた顔の人が来てなくなったり、ちょっと会わへん、会うイベントが少なくなったらみんな離れてっちゃうの。そういうもんなんですかね。そういうもんなの。うんだすごい素直な感じ。うん、うんって。でもさ、うん、なんかさ、ほら恋愛とかさ、なんかそういう、私ほら恋愛本読むんですけどね、うん、読んでるね、モテたいがために、モテ本読むとね、うん、あの、あんまりこう会いすぎてもダメだみたいななんそれカップルの話かも。カップルでしょ。あ、まあ、カップル、まあまあまあ、ね、カップル狙ってますから逆に狙ってるからだからさ、その辺はどうなのかなと思って、あの、同じなのかな。あんまりほら、例えばね、うん、じゃ週に3回、4回ね、まあ、ねイベントをね、それもどうかなと言ったらさ、うん、もう飽き飽きするじゃん。マジもう、うん、マジやめ、勘弁してくれ、うん、多いわ、マジやめてくんねえかな、あいつ早く引退しねえかな、うん、なるかどうなんかな。聞いてみますか、たくさん。今日はね、結構アンケート今日はいいかもしれないですね。気になる。じゃあたくさんイベントで会ってた方がいいなと思う人手を挙げてください。あ、おお、そうなんだ、なるほどね。じゃあイベントは極力少ない方が価値が上がっていいかなって思う人。あ、毎日やります私。え、ちょっと待って、他の人何だ3分の1ぐらいしか手挙げてなかったけど、他は全然、私もう毎日やっちゃうんで。お前すんなって。なんでお前はすんあ、そうね。え、どうなんだろうね、そういうもんなんだ。やっぱいっぱい機会があった方がいいんかな。行く行かないには別として。ダメだって、来ないんだから、そういうこと言ダメだ、騙されちゃいけないんだった。騙されちゃいけないだって来ないもん絶対。え、だってシューさ、なんだろうね、いつでも会えるみたいな。だってそんなんが多かったん昔。そうなんだ。なんかさ、アイドル、よくわからないアイドルグループをやってたりとか、うん、なんでよくわからない2ヶ月で終わったアイドルグループやってたりとか、はいはい、その時3日に1回とかのイベントみたいなのがあったり、毎日すごいや、うんうん、みんなに会ってて、はいはい、ありがたいことやねんけど、うん、その時やっぱりチヤホヤされてて、そういっぱいいっぱいなんか応援してくれる人がいて、うんうん、でもそれがなくなった途端に、うん、やっぱりみんなはけてくの。あ、撤収撤収していくねん。分かった、どうしたらいいんやろ。分かった、どうしたらいいか分かったわ。何、私たちがよく分かんないアイドルユニットを組んで3日に一度イベントをやればすごいファンが増えるチヤホヤされる。それ迷惑かなアイドルグループっていうのが無理じゃない。いけんじゃない。嘘、いける。じゃあこれどうかな。じゃあみんなこれで2日に1分にしちゃいます。じゃあ今ならなんと3日にキャンペーンでちょっとやっちゃおうかなと思う。どうする、何やる。じゃあ何が、何が、何、どっかカラオケにいるから来てみたいな。305号室いるから撮ってるから、それツイッターでつぶやけばいいから。何だ、LINE する、 LINE する。グループ作る、グループ作るから今日あそこのカラオケねみたいな感じだとファン増えるかも。もう友達やん。友達ってもうすごいね、家族以上だよ、そんなんね。でもそういうことなんだね。ね、そうなんだ。みんなやっぱりいっぱい
あ、でも会いたいって思ってくれる、ね、でもそう嬉しいよね、会いたいって思ってもらえる。でも私今ちょっと思っちゃった、みんなの視線で思っちゃった、別にお前らのよとは言ってない気づいちゃった。たくさんね、会えた方がいいですって言ってるけど、うん、別にお前らじゃねえしみたいな他のやつの視線、そんなことない、私たちもか、私たちも かではないの、まあね、誰も懐かない、すごいよね、こんなね、ダメよ、ダメダメ、やめよ、やめよ、やめよ、たまにの方がいいかもしれない、たまに、逆にたまにの方がいい、月1でも多いよでもね、月1でね、あのこうやってや月1ゲストということで、その前にトークライブやってますので、うん、なんかね、今までトークライブだったんですけど、はい、なんかもう本当レクリエーションやりたいいや、さっきから言ってるけどささっきあの椅子取りゲームをしたから言ってるけど、うん、みんな楽しんでなかったからいやそれは一日伝わってきた、楽しかったって、私すっごいお前はな、もう生き生きして目ギュッとしていや、みんな見た、サンバ見渡した、見渡してたよ、どう思った、みんな見た、だからみんなこの肌でダラ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 そうやる気ないんだ、やる気ないけど、ちゃんとあの入って止まったら、うん、パッて止まって、ね、やらな、しゃあないしやってくれる大人やねん、みんなえでもなんかやりたいよ、やっぱりなんかほらやりたいけど、ね、うん、なんかね、あの例えば、うん、バスツアーとかってアイドルさんやるじゃないですか、やるね、どうする、やろう、あれすごい、夏やれるけど、泊まりとか超良くない、いい、なにこれ、オッケー、お金、お金、お金、オッケーじゃない、オッケーじゃなくて、お金かかる、いくらだったらいい、そう、いくらだったらイベントに来てくれるの、いやいやいや、そうだね、いくらだったら、じゃあほんとどうする、もうラブホテルとかに行って安いとこ行くんじゃない予算下げるしかないよえ、キャンプでいいやん、キャンプ、あ、キャンプね、誰か持ってる人いるからテントいるいるいる、誰かしらいいんじゃない、いい、どこ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 、八ヶ岳、八ヶ岳、八ヶ岳、どこどこ、八ヶ岳安いんですか、キャンプがある、え、ちょっとじゃあさ、キャンプだったらいくら、キャンプ、キャンプはちょっと私痒くなっちゃうやばい、怖いねいや、だからあの、なんだろう、なんかさ、そうね、なんかバスツアーみたいなやつをやるとしたら、うん、いくらだったら正直ね、行ってもいいかなって思うんだよね、で、まずじゃあ1万円行ってもいいぞと思う人、あのね、え、ちょっと待って、この手上げへんのは高いなって思ってるのか、安いなって思ってるのか、止まれないか、でもほら、よくね、あのほら、平日とかだったら安いじゃない、誰が来るの、誰が来てくれるの、働いてないの平日だったらね、なんかね、じゃあ1万5000円の価値はないのよ、私それ以下の話、以下の話、2万、あ、マジ出す、2万、出す人が1人いるんで、あ、まあね、普通はどんくらいなん、はいはい、なんで平日、バス会社だと、うん、運賃ってやつ、はいはいはい、運賃とかすごい安いんですよ、平日、平日は10万円でバスで借りれるらしい、そんなすんの、高っ、土日は30万らしい、高っ、バスは人数がたくさんいればいいんだから、割ればいいんだけど、だから、で、時期で平日はね、貸し切りで10万円で借りれてめっちゃ安いということなんですけども、うんうん、来る人が1人なんで参加費は10万やかやん、もう10万で来てくれるかな、来てくれええやろ、さもうさ、ほんとにさ、バスさ3人でさもうしーん、もう普段しないけどバス酔いした体になっちゃうイベントとかじゃないよ、それ、でもなんかさ、そういう夏とかさ、なんかそういうのやりたいなって思ったよ、なんか、うん、今回楽しかったんですね、アクティブになんかしたいね、そうそうそう、あれはずっとしたいね、ドッジボール、ドッジボールで昔から言ってんだけど、ドッジボールと野球はすごいやりたくて、はいはい、あ、野球結構ほら男の人だとやってもらえる、絶対うまいねんか、絶対できないじゃん、じゃあもうここできゃいいだよ、野球マジうまいねん、何どっち、こういうどっちもどっちやつ、こっちこっちこっち打つ方、
こっちも打つ方も取る方もやったことあるの？ないけど絶対ないけど違う絶対うまいね絶対無理でしょ。いやまずあとゴルフも絶対うまいね。あ、で私ねゴルフうまそう。いやそうないないやったことあんの？ないないじゃん。ないけどみんなのゴルフちゃう。いやいやマジうまいマジうまいマリオのゴルフね超うまいから。いや言ったけどあの野球だって私の方がうまいんで。いやいやいやマジ負けたけどマジハミスタハミスタ超うまい。いやパワープロパワープロめっちゃ負けないし、しかもどっちもうまいんで。パワープロマジ上手だし、あのナムコナムコのチームでピコ使ってめっちゃ速いって懐かしい本当に。いやマジでマジでやりたくて。いややりたいじゃなんかね、そういうなんかあのこういうイベントやるよっていうのも君ので決めたい。あ何する？なんかねサークルみたいでさサークル、ね、あの大学さサークルとかさ入ったことないから、うん、ないね。だからサークル作ってみんなで行きたいのか、うん、え超楽しちょっとめっちゃ楽しそうでしょ。楽しそうだよね。楽しそう。でノープランでさみんなで行ってキャンプなんだろう、なんかそういうツアー、うん、ツアーやってでなんかそこでなんか夜宴会芸やってみんながねみんなが結局なんかやらすんやろ絶対楽しいと思う。え楽しそう。それはいやせっかくやし夏やりたくない？夏やりましょうよ皆さんぜひね。いい？イエーイ。音声がないだけで、たまたま音声がないだけでやりたい。音声トラブルありますすいませんでした。やりたい申し訳ないです、うん、ということでね、あの本当にね、うん、あのこうやって口だけじゃなくてそうね実際ね、今日ほら顔と名前絶対も私忘れませんしそうね、だからそれでね、やってみんなで発信して、うん、もっとこの楽しい輪を広げていきましょうよ。そうだよ、ね、ということで皆さんぜひ渋沢たいなかのレクリエーションに参加してくださいお願いします。イエーイ、お願いします。いやーほんとねやりましょうそういうことも、ね、やろう、いろいろしたいね。いきましょうということでですね、はい、まあ結構喋りすぎた感じもありますけれども、うん、まあたいなかちゃんが誕生日ということでね、ありがとうございます。ちょっと先ほどはねファンの方がケーキをね、そうサプライズでね、めっちゃウェディングケーキみたいな、すごい豪華な、かわいかったね、ほんとご一緒になったんですけども、実は私もね用意してましてケーキを。おー、ありがとうございます。なんでねちょっと持ってきますんで。ありがとうございます。今年のその抱負なんかをちょっとカメラで見たので急にこのタイミングで今年の抱負言うのはいはい、いや今年はそのさっきも渋沢がそっちまで飛んでいくよ言ってた通りに、いやいやいろいろね発信していきたい。タイナが口だけなんで基本、あと頑張ってるふりばっかしちゃうタイプだから、それを直したいなと思って、ちゃんと頑張ろうと思って、なんかそう発信していきたいなってそう、やっぱ自分で発信していきたいの。そうね、そうだよ、本当に本当にね、本当に言いたくないけど、うんうん、これいやですね、ケーキね、ノープランでこの誕生日といえばですね、うん、そっち側に入ってもらうね、はい、ねそんなケーキを普通に出すわけもないですわけないんだ。そうなん、はい、普通に出しません、はい、さっきのはねあんな素晴らしいケーキはファンの方だから出してくれたけど、はいはい、私はやっぱりこうただでは出せないじゃないですかやっぱり。何なんでね、はいはいはい、ちょっとねマリアちゃんクイズにね、うん、ちょっと答えていただいて。クイズに、はいはい、ね、でクイズに正解すれば、うん、まず第1問こちら何どういうこと？正解すればね、このケーキがだんだん今出来上がっていくわけですよ。これがまずケーキってこと？これは本当にこれは何なん？これはもうなんか泡吹いてるけど何じゃん風？いや新鮮だから。これ何？新鮮だから。これ何なんよ。新鮮だから泡吹いてるね。まず正解すればこういうねホイップクリーム、はいはいはい、不正解ならばマヨネーズ。あ、塗られるってこと？そうなんですよ、はいはい、で正解ならばチョコレートソース、間違えたらレッドペッパー。マジで？そして正解ならばこちらの、あーいいね、高級イチゴですよこちら、超美味しそう、高級イチゴ、失敗したらこちらのエビエビはないわということでね、問題のね紙がねありますので、はいはい、でやっぱりねクイズです。もう簡単なクイズですよ。いやいや大丈夫ですよ。簡単なクイズ。クイズマジ得意だから。でね、やっぱりね、もう23にもなって、
はい、知らないと、うん、もう生きていくだけでも恥ずかしいよえ、そういう問題ってこと？そんなもう本当にもう一般常識ですよ、みんな知ってるってこと？じゃあみんな絶対わかる、答えられる範囲ってこと？そうです、あー、オッケーオッケーオッケー、なのでね、じゃあいけるよ、さすがにいけるわ、いけますよ、はい、なのでね、あの全部ではじゃあ3問そう、ね、正解すればもう美味しいケーキが、うん、美味しいですよ、ほんと味は確実に美味しいですからね、うん、買ってたから美味しい、はい、そうです、そうです、なのでじゃあまず第1問、はい、正解すればホイップクリーム、うん、失敗すればマヨネーズ、はい、ということになります。じゃあ引きますか、引く、はい、じゃあこれじゃじゃん、あ、いいの引きましたね、いいの引いた、これはね誰でも分かると思います、はい、じゃあこれはですね全部ね歴史クイズとなっておりますので、はい、鉄板のね、まあまあまあ、レベル1からいきますよ、あ、レベル 1？ はい、はい、ヒントは3問ありますので、ヒント、はい、ヒントが3個ありますかね、まずは年号ですね、レベル1、はい、鎖国で人むさ苦しい、え、待って、何を答えたらいいの関連ワードいきますよ、あ、まだ分かんないね、うん、ポルトガル戦の代行を禁止する、うんうん、まだ分かんないですか、もう一個だけ、まあ、もうラストですよ、鎖国で禁止された宗教は何だ、これ分かるよね、これ分かるよね、宗教を答えたりってこと、そう、何がこの金、この1639ですよ、むさ苦しいですから、宗教答えれんよ、そう、禁止された宗教は何か、イスラム教、ブブー、違う、これめっちゃ簡単なものだと思ってた、ヒント3つも言ってんですよ、私だってもはや、そう、イスラムだったよね、違うってこれ絶対分かりますよね、ヒント2とかがね、すっごい分かりやすい、ポルトガル戦の代行を禁止する、これ分かるでしょ、ポルトガルって言ったら、ね、マジで分かってる、え、ポルトガルと言ったらでしょ、え、よ、じゃあいいよ、もうこちらはもう失敗なんで、大高しマヨネーズ、行ってみ、言ってみ、みんな分かるよね、せーの、正解いやでも、はいはい、答えてない人もいたし、いやいやいやこれめっちゃね、私、あ、これ絶対わかるわと思った、イエーイ、次行こう、次行こう、違う、今のは違うわ、でまずこちら、今のは違う、今の時の授業寝てた多分、いやいやいや今の時の授業はダメだったじゃあ続いて、じゃあ第2問、じゃじゃん、他行けっから100点取ったことあるか、1590ですね、じゃあレベルが低いので3からいきますよ、織田信長に代わって天下を統一したのは誰、これはわかるよ、はいはい、豊臣秀吉、ピンポン、やったー、見たもん、見た見たもん、見た、何見た、信王の城見たもん、信王の城、信王の城、信王の城、何、信王、信王の城、ということで、チョコソースゲット、イエーイ、待って待って待って、マヨネーズの上に、そうですよ、いやもう地獄やん、いやいやまだ分かんない、それでは第3問、これマジで嫌や、これマジで嫌やん、本当に高級イチゴゲットしましょうよ、はい、指はダメマジで、どうぞこれ、はい、じゃじゃん、あーなるほどね、うん、これも分かるかも、太平洋戦争のきっかけとなった日本軍の攻撃とは、これはね、わりかし最近じゃ最近というかね、攻撃最近じゃ最近、手段、手段ってこと、手段弓とかそういう系違うってば、違うって、攻撃は何でしょうか、日本とアメリカ連合の間で太平洋戦争が起きて、はいはい、でその時のきっかけとなった日本軍の攻撃は何だ、きっかけと、あ、場所、はいはい、小笠原、ブーブダメですよ、答えちゃって一応、なんですか、はい、はい、京都、いや、意味が分からない正解言いますよ、真珠湾攻撃、
意味わかんない、ね、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 場所じゃねえし、だから新宿、新宿湾。ちなみにね、年号は1941ですね。新宿湾行くよ日の丸で覚えるらしい、行くよで覚えるみたいですけどね。あの、あの、え、まあ、まあ、なんかクイズがわからん。そう、なんかだからもうあだらが悪すぎるのよ。あのね、じゃあね、もう絶対クイズ番組呼ばれないよ。なぜかって、なぜかって問題の意味すらわからないからね。え、まだわからへん。わかる？わかるよ。みんなだって場所場所とか、あ、あれかとかわかってたじゃないですか。もう一回クイズなんて。クイズはだから、太平洋、これね、誰か MC 違ったら殺されよ。お前話聞けよ。聞いてるもん。もうクイズ、ね、ヘキサゴン出なくてよかったね。もう本当によかった。だから太平洋戦争のきっかけとなった日本軍の攻撃とは何でしょうということです。で真珠、だから真珠湾攻撃をやったことによってきっかけとなって戦争にこうねなってしまったということですよ。うーん、じゃないですよ。ということでエビでーす。どうしますか。まだ残ってるんで、じゃあ出してあげるよ。じゃ意味が分かんないよ。ダメだって。なんでね、これ出してあげる。一問出して、一問出してあげるよ。なんですごい大口さんが言ってたからさ、いや成功したらこれは絶対トッピングしてやる。うん、いいよ。いいよ。マジか。はい。あ、わかったわかったわかった。レベル1。はい。1549、以後よく伝わるキリスト教。お、1549ね。はい。レベル2、フランシスコ・ザビエルがキリスト教を伝える。はい。レベル3、お、日本にキリスト教を広めたイエズス会の宣教師は。いきます。フランシスコ・ザビエル。え、意味わかんない。イエーイ。ということでマリアちゃんレッドペッパーゲット。わー、え、すごい。お前すごくね。いやでもね、僕ね、ほんとくじ運が良かったと思うわ。本当に。え、レベル2で答え言ってない。だから言ってるは言ってるんですけども、そうそうそう、宣教師は、宣教師は誰だっていう本体なんですよ。だからこういうね、ちょっとね、あの問題の意味とかもだからね、だからね、問題の意味とかが分かってないから、どういう風に問題を出していいかも分かんないですね。これどうやって出すんやろと思ったの。難しいクイズということで、マリアちゃんのケーキをね、作っていきたいと思います。まずスポンジの上に、生クリームの代わりにマヨネーズです。はい、マヨネーズです。そしてそれにチョコスプレーをかけます。そしてで、こちらのエビを乗せます。そして最後のトッピングにレッドペッパーを乗せたいと思います。それではクッキング映るかな、手持ちにしますか、映るかな、大丈夫かな。ということでね、じゃあまずはマヨネーズトッピングしていきたいと思います。結構あの、でもね、見た目的にはえ、そういう感じ思ってたのと違う。パティシエですから、これこういう感じじゃないの。いやいやいや、でも生クリームですからね、これは。私、本当にね、結構うまいですよ、パティシエみたいな。臭いもん。でこれね、本当にね、あの、意外にもう良くない、これ上手なわけよ。イエーイ。見た目的にはすごく可愛い。カスタード。可愛いね。カスタードですよ、完全に。見た目は、見た目はそう。これ使えますね。カスタードケーキですって言ったら食べますよ、絶対。うん、ちょっと臭いけど。ということで、次いきますよ。ね、これにですね、あの、カスタード。それいらんわ。このカスタードの上に、カスタードの上にチョコスプレーをおかけしたいと思います。いや、そうやった。正解せん方が良くなかった。ね、これをきっとね、美味しいですよ、これは。なあ、なあ、全部使わんでいいって。あ、でもね、あの、これだけ見るとすごく美味しそうです、ね、全然、もうわかんない。
それでですね、続きましてですね、いちごはゲットならなかったので ねこちらゲットなりませんでしたので、その代わりにこちらのエビをいちごの代わりにねエビを乗せたいと思います。エビマヨでいいんだ。そうで、エビマヨでね、チョコ入ってるし。あ、でもこうねあのね、あ、でも見た目的にはすごくレベルが高いですね。いや、レベルは高いよ。いや、このね、でも具材でもエビだって言ったってすごい高級品ですよ。昔知らんわ。昔食べれなかったよ、こんなもんは。なんやねん。本当にね。あ、でも見た目的にはものすごく可愛くなってます。本当におかずみたい。見た目的にはものすごく可愛いんで、ちょっと見てもらいたいですね。これ見えます？ほら。はい。いや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 。可愛いよね。ね、麻布十番で売ってたらもう。売れちゃいます。ということでね、私がこれ最後ゲットしましたよ。こちら。レッドペッパーね。レッドペッパー？はい。ちょっとこれをね。超の辛いやつってこと？詰まってますね。いや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 、あかんってあかんって、病気なる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 。かわいいかわいい。いや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 。ということでケーキ完成。さあ、出来上がったケーキはこちらです。かわいいです。おいしそう。うわ、エビが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 。もうね、新鮮なんですよ、すいません。ということで、マリアちゃん、皆さんでね、じゃあハッピーバースデーを歌ってね。え、食べんの？いや、これもう全部食べますよ、もう。全部食べますよ。では、ハッピーバースデーを皆さんで歌いましょう。せーの。ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデー、ディアマリアちゃん。おめでとう。これどうやって食べんの？まず真ん中の美味しいとこどうぞ。真ん中のね、どうぞどうぞ、こちらですね。じゃあ食べてくださいよ。真ん中の、生クリームたっぷりなところですね。いや、なんか耐えきれないけど。あ、パッてなる、パッてなるから。でもこれね、いい、でも美味しいんじゃないですか、エビが。意外とね。じゃあそんな感じでいきましょうか。はい、それではこちらいきますよ。あちらの浜に向かっていただきますので、お元気よくお願いします。おめでとう。いただきます。
ってから大丈夫、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 食べます。でも全部汚い、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 もう本当にもうなんで私なの、私なの、私じゃないですよ、本当に辛い、辛い、辛い、生放送中にアイドルがシー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 言わない、辛い、辛い、うん、うん、涙目、あかん、だから本当ね、あの23にもなったんで、ちゃんとこういうね、あの知識も身につけていかないとこういうことになってしまいますんでね。これ難しいすぎやろ。でも簡単で、これ本当に小学生レベルの問題なので、みんなうんって言ってるけど、個人的にやったら絶対分からへんやつやん。これ分かるよ。例えばじゃあ1問がちょっといきますか。例えばシーシー言わないよ。シーシー言わないでくださいよ。例えばですか。じゃあ、西南戦争の中心的人物は誰？ゆでっぺるかいって。あ、じゃあ先生ピンポーン、最後高森。ほらでもうね、今頃じゃあ、だってあって打ち合わせしてたよ、なんかしてないし。もう怖い、テレビってこういうの怖いな。普通やったらもう普通美味しいケーキが出来上がるの、本当だったら。でもこんなことなっちゃうわけよ。エビがもうなんか生きてるような、エビが暴れてますけど。ということでね、すごいな、これからはね、ちゃんと勉強して、勉強もシーシー言わないでシーシーからーということで、でもケーキはね、あの全部さやかまりあちゃんが美味しくいただきますのでね、食べますね、食べますよ、ということでケーキ持って帰ってください。おめでとうね、本当にシーシー言わない、なんなの、ね、これもうシー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 言わない、おすごい、血統すごいと思う、シー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 じゃあということでですね、あの私あのちょっとシー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 禁止したい、シーシー言わないで、なんなのシーシーね、シーシー言うなね、まあリアル誕生日の日に会ってね、あのお祝いしてくれって言うから、うあのお祝い、寂しい話よそれもしたんですけど ね、 いつかのね、そうそう、カウントダウンしてカウントダウンしてね、あのなんですけど、その時私こっちの方がもう今日あると思ってるんで、うん、何のサプライズもしなかったわけですよね、うん、でもフリーバイバイって次帰って行ってプレゼントもあげなかったので、でも今日はちゃんとプレゼントも用意してきてますので、やっぱりね、はい、ということで、2つほど用意してきまして、嬉しい、2つも2つももうお金ないわ。はい、ありがとうね、やっぱりブースで有名ということですけども、はい、はい、ってない普通に、まあ、はい、ね、ブースキャラということでやってきましたけども、うん、もうね、やっぱブスブス言ってられませんよ。なんで、あ、ちょっとあの美容ブースというかね、あー、ありがとうございます、用意してきまして、まずはこちらですね、今流行ってるみたいなんですよ、目がパッチリなるらしいメガネ、何これ、何これ、すごいですよ、どういうこと、どういうこと、まぶたの癖付け、アイリットトレーナーが美しいアイラインを生み出すという画期的な商品を、すげー、はい、これね、もうかけるだけなんですよ。え、今やんの、これはもうやりますよね、今でしょ、今やんの、でもみんな今でしょ、言ってくれるわもう、ね、これはね、二重の幅をここでね、調節するわけですよ、ちゃんと調節、すげえ、こうなんの、なんとこれでパッチリ綺麗な二重のラインがつけれるという画期的な商品でございます。いや、でも二重やねんけど私二重やねん、でもちょっと汚い二重のラインだって、ほら、え、そう、いや、汚い二重のラインはそんなん書いてないやん、巻いてやん、なんでこれをね、ここにこう二重の幅を二重にこう目にクッと入れ込むわけです、ここでね、ここでね、クッと入れ込むとパチッと目が開くということなんでね、えー、めっちゃ難しいやん、ほんとやってみて、後ろ向いてやって、できるのかな、できます、本当に画期的な商品なんでね、ぜひ、え、どうやるの、どうやるの、え、こうかな、
いいよ。ほう。待って待って、もっと目開けて、でこうやってやってグザッと刺すわけ。なんか壊れてんね。これね、なかなかできんね。こんなおしゃれなやつやったことないからさ。でこれをねキュッとねかけるわけ。もう化粧ついてるやんと。やめて、キュッとやって、キュッと。難しい、なかなかね。マリアでできる。女子ってすげえな。まこのまま、このまま閉じて、目閉じて、目閉じてて、でこれでここの二重ラインに刺します。はい。でこれを目をねギュッとこう二重の癖つけるみたいな感じで開けます。うん、うん、なんか開けます。お前香水ジジイみたいなやつ。これです。こういう風にね開けてください、目をパチッと。あ、なってる、あ、なってる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 、うん、なってる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 、もっともっとギュッと開けると、ほら、え、なってる、なってるよ。ちょっとおでこ上げてもいいですか。うん、こんななってるよ。カメラに向かってこうなってる。なんでる？すごいよ。なってる？え、これ？え、これが可愛いの？誰だ？え、可愛いよ。マジ？なってるから。見てカメラ。カメラ見て。なってますから、目がパチッと。なってる？目開けて。なってる？あ。すごいなってる。嘘、なってる、なってるよ。かわいい、かわいいよね。これ OK。 かわいい、これつけてって。かわいい、かわいいよ。どうです、ほら、ピロピロに OK。 で、あのもう一つこれつけてままにいて、癖つけなきゃいけないから。これ癖つけ、めっちゃ大きない？みたいな。いや、二人大きければ大きいほどいいらしいからね。そうそうそう。もう一ついきますよ、こちら。出た、ヘッドスパ爽快くん。抜け毛の悩みから肩こりまで。なんどういうこと？そのメガネ、そのメガネで違和感ないよ、大丈夫よ。なんかね、これをね血行良くして、そのさっきの頭のね、うん、体操、体操っていうかね、それもいい感じでこう。何それ、何されんの？整形やん、なんか今日。整形じゃない、これ本当にあの素晴らしい商品をね、私は買ってきましたから、なんかつけるのかな、ここにアタッチメント。いや、怖い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 、ね、すっげえブルブル言う。ちょっとこれだけで肩もやっとけるらしいんですけど、これをなんと頭皮に、足を広げた状態、足？あ、こういうことね。すごい関係ないけど、すごいエロいこと。いや、意味がビビったよ。なんでよ、そのあんた、いい加減にしてくださいよ。あんた、いい加減にしてください。いや、びっくりした今。大丈夫かと思った。いい加減にして、もうこれを23歳だしな。ほんとよ、これをね、ほんとよ、ちゃんつけんですよ。だから、結構難しくてしょうがないわ。あ、なにこれ、こういう風にこれ、取れんのかな。とりあえずこれをつけといて。
ことない大人の対応しよう。いきますよ。スイッチをいきましょうか。せーの、スイッチオン。無理やな。一個いていい、一個いていい。なんつう格好してんだよ。いやあかん、これあかん、あかん。すごい、すごい電波系の変な人だね。なんかね、UFO 呼びますとか言うの。UFO 呼べそうだよ。これすごい、これすごい。だから見て、ちょっとこのカメラ、このさ、このこれがこれここに刺さってるし、なんか未だにシンシン言ってるし。え、これあかんわ、これあかん。やっぱいい、なんか爽快らしい。あかん、なんかすごい、もうすごい、もうすごい。なんでこれはすごい。なんで全身の力が抜ける。なんでいや、マジすごいこれ。マジマジで、なんかね、震えるのもこれ聞こえるのかな、こういうね、こういうのと、なんかね、2個ある。いや、あかんね、あかんね、あかん、2個あるって書いてある。すごい、なんかさっきはビーってやるとダメだったけど、これこういうやつだといいけど、あかん、それはあかん。こっちだといいかもしれない。そっちもあかんわ。なんでよ、やってみ、一回。あかん、ほんまに。いやいや、一回やってみましょう。違う方の、あのビービーっていう方だったらいけるかも。ほんまにあかん、ほんまにあかん。スイッチをお願いします。すごいね、すごいね。いきます、スイッチオン。ダメ、勝てへん、クラブ。
もうおかしいのよ完全に。何なんですかねこの人、完全おかしい人ですよ。何のやっぱあかん、これやって、あかんねん。いやいや、いいよ、大変な感じ、ほんとにこれね、こちらこういうものです。こちらね、ボタンを押しますとこういうふうにピーッと結構なんで、なんで、なんで、なんでよ、あかんって。まあこちらの方ね、こういうリボイボのいいみたいよ。こちらも付け替えもできます。ぜひね。何があかん、そんなエロいもん。いや、エロいもん。あかんって。何エロいって、エロくないよ。何ヘッドスパ爽快くんだよ。何がエロいのか全く私は。これ買った、それ違うの。何が意味わかんないでしょ。これでもう健康になっていただきたいなと思いますので、もうね、こちらちゃんと持って帰ってもらってね、その中でも。え、持って帰っていいの？いいですよ、どんどん使ってもらって。え、いいの？はい、全然お願いしますよ、ぜひぜひ。プレゼントですから。そういいですよ、その中で。今年これでいきましょうか。いける？常に癖つけてます、私みたいな感じでね、ということで。あ、いいね、いいよ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 、いいですね。ということで、マリアちゃん、本当にお誕生日おめでとうございます。じゃあ告知などありましたらもう一度お願いします。はい、今マヨバカっていう MX さんで番組をやらせてもらってます。投票システムで、上位4名だけがライブに出れるというものなんですけど、投票が危ういです。ぜひ投票してください。そしてチャットもありますんで、チャットも来てください。そしてもろもろいろいろやっていきたいなと思うんで、はい、ブログとか渋沢とも頑張っていきたいなと思います。いろいろブログとか見てください。応援お願いします。イエーイ、皆さんも頑張ります。頑張ろうね、チャットでもこのメガネが目印です。よろしく。さあ、渋沢の告知どうぞ。ドーン、ダダダダーン、テロップ、ダダン、渋沢のモデルデビュー。なんだ、なんだ、誰の、誰の、誰の、私ですよ。え、なんとですね、本当に大きなファッションショーに私、渋沢が出ることになりました。おすごい、ブリッツ。そうなんですよ、ね、2000人規模でですね、ゲストに河村隆一さんとかもね登場するということで、本当に大きな、すげえ、さっさと歩かなきゃいけないんですよ。腰が痛い、見に行く、見に行く、腰が痛いとか言ってる場合じゃないんですけどね。本当にね、田中マリアちゃんもね、応援に駆けつけてくれるということなので、チケットは4800円になります。本当にたくさん の、 アーティストさんとかも出ますし、本当渋沢はガチガチだと思いますので、皆さんぜひ助けに来てください。よろしくお願いします。イエイ。売ってますので、今日買ってくれた方には席とかね、つけちゃおうかなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。頑張ろう、頑張ろう、見に行く、頑張るね、見に来てもらえるということで、ありがとうございます。じゃあ本当、あとラスト1分ですけども、今年の抱負何かありましたらよろしくお願いします。いや、せっかくもらったんでね、はい、これをやって可愛くなって売れたいなと思います。はい、これを使って今年も頑張って23歳。ああ